いまだにずっと努力し続けてる48歳になったいまだに37歳は男ですパワハラで仕事を辞め多いね本当多いねパワハラで仕事辞めてる人そんなに世の中にはあるんだねやっぱ、うん、実家に帰りましたが家族に受け入れられていないことに気づきましたおい会社に続いて家族にも 学生時代の友達や仕事の中にも心を許した話ができる人がおらず、誰一人相談できる人がいません。マジか、おい。何をしてるんだ,だどうしちゃったんだ誰からも愛されてない自分は死んだ方がいいかなとも考え、またか。また死にてえやつ来たら、おい。なんでみんな死にてえんだよ。おい、マジか。どうしたらいいでしょうかじゃねえよ、本当に。ちょっとさ、お前ら本当さ、お前ら本当さ、 あの、よく考えろ。お前ら、ほんとさ、死にたいとかさ、マジでさ、まあ精神的につらいのもわかるし、苦しいのもわかるし、だけどさ、本当にさ、そんなことぐらいで死にたいとか言うもんじゃねえ。言うもんじゃねえ。マジで。あの、友達がいねえだの、家族とうまくいかねえだの、相談できる人がいねえだ、そんなことで、 いや、厳しい言い方だけど、死にてえとかじゃねえわ。いや、な、もう、まあ、それも大事に受け止めなきゃいけない時代なのは分かるんだけど、精神的な苦しさをなるべく緩和してとか言ってっけど、マジであの、先進国ボケだなって思ってんの、ちょっと半分俺、マジで。もうね、皆さんね、どんだけハッピーな暮らし、 国に生まれてるかっていうことが、まずね、抜けちゃってると思うんだよね。いや、本当にさ、海外の話なんか別に関係ないとかって言う人いるけど、でも言うわ。本当にさ、じゃああなたがさ、わかんない、今さ、例えばミャンマーにいるとしてみなさいよ。ほんで、本当に少数民族だったりとかして、本当に政府軍が、もう本当にさ、弾圧しに来るみたいな。 軍隊がもう一般の人も巻き込んで死者を出したりしてるわけでしょそういうところに今生きているって思ってみなさいよ。そんなあの職場でどうこうとかさ、辛いことはわかるけど、それ以前に生きていけるかどうかっていうことが、もう毎日の最大の懸案事項である人たちが地球上でさ、どれぐらいの人いるかっていう、 アフリカとかで本当に食料もままならない地域だったり、本当にインドだったりとかさ、まあ南米とかだったりの貧困な地域に生まれて、教育も受けられない、母親も仕事が全くない、父親もない、まあ両親も誰だかわかんないみたいな、ストレートチルドレンみたいなところに生まれたとかさ、そういうこと想像してみなさいよ。本当に。そこからどうやって生きていくか本当にドロドロになりながらさ、 人が食べてるものを物声しなきゃいけないようなところに生まれる人が、本当に地球上でさ、4分の1ぐらいの人がそれぐらいいるわけじゃない。で、その上にさ、まだ文化が発達してない国、なんだろう、本当にまだ原始的な暮らしをしてたりさ、わかんないけど、本当に田舎でさ、本当に 農耕とか畜産とかぐらいしか頼る術がないとかさ、まあ、それをできていればむしろむ、むしろもう幸せとかさ、本当にまともに仕事がない地域だったりとかさ、そういったところに生まれてる人が地球の半分ぐらいいるわけよ。で、その中でさ、さらに上に先進国があって、そのさらに豊かで安全で、経済、そんなに苦しむことなくて、 みたいな国にさ、もう生まれてるってことをさ、一回もっと感じた方がいいと思いますよ。でももう誰からも愛されてないっていうのはさ、要はあるがままの自分でいて、そうなっちゃったわけでしょだそれで人生が辛い、死にたいっていうのは、俺はね、まだちょっともう一つ努力が足りないんじゃないかなってちょっと思っちゃうんだよね。厳しいだけどさ、俺らだってさ、 本当の素の誰にも気を使わない自分で人と話すなんてことほとんどないですよ。誰と喋るときも、スタッフさんと喋るときも、マネージャーですら、メイクさんですら、友達ですら、嫌な気分にさせないためにどうしたらいいかな。自分はこう思ってるけど、それは引っ込めた方がいいかな。この人が楽しい気分になるにはどういうおしゃべりしたらいいかな。スタッフさんがみんな和やかにできるためにはどんな国に喋ったらいいかな。 共演者の人がリラックスしてできるためには、どんな話しかけ方したらいいかなって気遣いながらやってんのさ。それはさ、誰のためでもない自分のためなんだけど、でもさ、人から愛されたり、さ、家族から愛されたり、周りの仕事を現場の人から愛されたりすることが、ただただ与えられるものだなんて思ってないんだよ、一つも。 俺もそうだったから、ほら、親からさ、本当に一緒に暮らしてもらえなくて、子供の時代を過ごしてるから、愛されることなんかが当たり前じゃないんだよ、全然。なんとか努力して、たくさん努力して、人の表情を見て、嫌な表情してないか、自分が感じ悪くないか、自分の努力足りてるか、知識が足りて会話は楽しいことになってるか、そういったことを本当にさ、 未だに気遣使ってるよ、俺。それでやっとさ、いろんな人がさ、ああ、の人、あの人話してくれる人だとか、役に立つ話してくれる人だと思ってくれる人が少し増えて、それでもさ、竹内壮感じ悪い嫌いっていう人がさ、世の中にたくさんいて、ね、あのツイッター開きゃ、竹内壮気分悪いチャンネル変えるみたいな人もいるし、それはさ、俺ら傷つくさ、愛されたくてやってる仕事なのに、 うん、なツイッターの文章とかさ、わけわかんない切り取りのネットニュース見られてさ、なんか感じ悪いとこだけ切り取られて、その前後のさ、思いやりとかの言葉とか全部切られてさ、うん、悪いこと言ってるみたいな記事書かれて、こいつクソだとかさ、こいつ人間のクズだとか言われるわけじゃん。もう本当に顔も知らねえような、もう何の関わりもねえようなやつから嫌われてる状態と苦しいと思うけど、 俺はもうそれ以上にさ、自分の周りにいる人とか、自分の近くで仕事してる人たちとか、そういった人たちに、きちんと愛されたいと思って、楽しい人だ、素敵な人だって思ってもらえるように、ずーっと努力してるから、俺もそんなことぐらいで死にたいなんて言ってるのに、俺は同情できないし、本当に可哀想だね、頑張るんだよっていう言葉をかけたくないんだよね。死んだ方がいいかなじゃねえよ。 死んだ方がいいなんてことあるわけねえだろって言ってんの。本当に。もう、まあ、苦しくてつまんなくて、もう人生に何の希望も持てねえって言うんだったら、あんたの自由だけど、あんたの自由よ。生きようが死のうが。それは俺に何も言う権利ないよ。知らねえんだから、誰かも知らねえんだからさ。だけどさ、俺らだってさ、ただただ愛されてるわけじゃないぜ。マジで。有名になりゃなるほどさ、 嫌われる人も増えてさ、気遣わなきゃいけない場所も増えて、どんどん自由になっていくと思ったら、そうじゃないんだから。ずっとそれを、街歩いてる時だって、ちょっと不機嫌な顔してたりとかさ、なんかおとなしくしてるだけで感じ悪かったって言われるんだぜ。全然知らねえ奴に話しかけられたって、おはようございますっつって、どうもありがとうございますって言って、爽やかにしてなきゃさ、竹下に声かけたらマジで感じ悪かった使用対応。 あいつやっぱりダメだとかさ、書かれんだぜ。全然知らねえやつだぜ。職場も一生でもない。何のミスもしてないのに。ただ普通のテンションで歩いてて、あ,あ、どうもって言っただけで、あ,あ、どうもだけかいって思われたりするんだぜ。そんなレベルだよ。有名人とか芸能人って。思わねえ。そんなのをさ、なんとか、でも見てもらった人とか身近な人だけには、竹井さんって素敵な人だったとかさ、 うん、爽やかでいい人だ,だとかさ、かそう思ってもらえたら、自分のお仕事が広がるし、信用が広がるし、と思って自分のために頑張って、一言一言選んで喋るしさ、みんな誰もが、誰もがプラスになるような発言をなるべくコメントでもしたいと思ってるし、だからそれはなるよりもそれがやっぱり自分の幸せのためだからと思って、未だにずっと努力し続けてる48歳になった未だに。 うん、しかも37歳の時の俺なんかさ、誰も俺のことなんか知らねえ素人でさ、それでも芸能界に入りたいって言って努力してた時期だから、うん、なあもう俺は分かんない。なんかパワハラは悲劇だったと思うし、家族につかれてないとかさ、仕事なんかコロコロ許し,して話できる人はいないっていうのはさ、いないんじゃなくて作ってこなかったわけでしょ うん、だからそんなことでもう死にたいとかの話じゃねえよっていう。もうごめんね、厳しくしちゃって。俺だったらそんな状況で誰も知り合ってる人がいないんだったら、心寄せる人がいないんだったら、心を許してくれる人を作る努力をまずするだろうなって思います。マジで。でもそれでも本当にしんどいんだったら、あなたの自由ですよ、本当に。 ま、治療を受けるでもいいし、精神的な治療を受けるでもいいし、ケアを受けるでもいいし、なんかもう最悪ね、もうそれもめんどくせえって言うんだったらあなたに任せますけど、まずはその愛してくれる人だったり、自分のことを気に入ってくれる人、自分と時間を一緒に過ごしたいと思ってくれる人を作るためには、どんな風に人と接したらいいのかっていうことを真剣に考えて、試して、 ダメだった。あ,あ、この人とはうまくいきそうだとか、そういったことを山ほど経験して、やっぱり本当に気の合う仲間だったり、あ、こいつって俺にも気遣ってくれてて嬉しいなと思ってくれて、そこから仲が深まるってことをどんどん増やしていったりとか、そういうふうにしていかなきゃいけないと思いますよ。人間関係なんて素の自分だけで全部が全部うまくいくなんてこと、俺絶対ないと思いますよ。 後から素の自分が出ても許してもらえるっていうことが生まれるんじゃないかなと俺は思ってるんで今までこいつ俺のことをいっぱい考えてくれたし俺が楽しい思いするように喋ってくれたし辛い時とかも声かけてくれたしとかだからその後素が出て感じ悪い時もああこいつ今嫌な感じだけど俺が嫌なことしたのかなとかなんか嫌なことあったのかなって,言って いつもいい奴なのな、こいつって思って許せるとか、それをそんな不信頼感がないうちにぶっつけて、なんだこいつって思われてるうちは、そんなの人間関係じゃないからさ、うん。ただエゴをぶつけただけだから、それは全然スタートもしてないだけだと思うんだけどな。厳しいかな。俺の言葉が厳しかったらさ、チャットでみんなさ、慰めてあげて、気持ちがわかる人。俺はそういう生き方してきたから、そういうアドバイスしかできねえんだわ。